ナ姫、待っててね。私たちもすぐ行くから。10年早く。
手加減なしだ。手加減なしだ。手加減なしだ。覚悟しろ。手加減なしだ。手加減なしだ。覚悟しろ。嫌なことを的確についてまっこと腹が立つ相手よ。本物でないと分かってはおるが、やはり星の子たちと考えるとやりにくいの。状況になろうとも、あの時よりはマシじゃ。全てが敵となったあの時よりは。そなた、それにまとい、アホどもが何しに来た。アホはこっちのセリフだよ。友達を助けに来たに決まってるでしょ。このほら、そなたらの体は限界が近い。これ以上の負担は。この人の言う通り、スクナ姫の消耗だって人のこと言えないレベルでしょ。来るの結構遅くなっちゃったのに、まだこんなところでまごまごしているぐらいだもんね。ちょっと見ぬ間に言うようになったではないか、まとい。
バカ王が。なるほど、先ほどから外に現れた反応は白の民のアホどもか。はい、ついついと送り込まれております。戦線はこれで保たれるかと。じゃあ、あとは最奥にいるダブルを倒せば終わりだね。琴代さん、スクナ姫を連れて下がってて。何を言うか、バトイ、わらわも行くぞ。そんな消耗状態でついてこられても正直邪魔だよ。辛辣。さては置いていかれたことを怒っておるな、そなたら。それもあるけど、それだけじゃないよ。ダブルはアークスが、私たちが倒さなきゃいけないから。死ぬことは許さん。二人とも必ず生還せよ。よいな。行こう。ダブルを倒すのは私たちアークスの役目だよ。手加減なし。
You missed! Go! Attack!
が気に食わない。お前たちに何
なんだ、なんだ、なんだ、そういうことなんだ。何がおかしいの？これが笑わずにいられるものか。だって君たちはアークスのつもりなんだろ？アークスに、ただのアークスなんかに、そこまでの闇が抱え込めるものか。うるさい。戦ってみて、やっとわかった。エルダーの力や、ルーサーの力が吸われていたのも、本当なんだね。だから、あいつら食べても、深淵なる闇に至ることができなかったんだ。納得納得、すごく納得だ。それじゃ、僕からのご褒美。僕をあげよう。どうして？そっちが来るんだ。まあ、どっちでもいいけどね。そう、どっちでもよかったんだ。君たちが死のうが、僕たちが死のうが、結果は同じ。何にせよ、これで完成。これで出来上がり。おめでとう。おめでとう。おかえりなさい。深淵なる闇。シャオ君の言ってた限界。ダメだよ。しっかりして。それはあなたの役目じゃない。それは、そういうのは私が引き受けるものだから。伯爵クラリッサ、私に力を貸して。私の一番大切で大好きな人を守るために。助けないと。そのために私はずっと頑張ってきたのに。
そうだね。2回目っていうのも辛いけど、大丈夫。お姉ちゃんはあなたたちを守るためにいるんだから。ありがとう。あなたからはいろいろ、たくさん、いっぱい大切なものをもらったよね。私はもう十分、十分だから。Thank you.